私たち今何やってるんだろう。なんで何もしてないんだろう。このまま私たちがこうして立ち止まってたら、あいつなんて言うかな。それでもいいって本当に言ってくれるのかな。私たちのことを誇りに思うってそれでも言ってくれるのかな。結局私たちってあの変態に乗せられてこうして集まってここまでいろいろとやってきたわけだけど、あいつなしで何か決めたり行動したり考えたりなんてしてこなかったよね。あいつがいないとやっぱ何もできないのかな。ユーノたちは世界さんに守られてたからね。いっぱいいっぱい甘やかされて、すっごく大事にされて、それが特別なことだなんてことも忘れちゃってたんだよ。世界さんがユーノたちに居場所をくれたから、毎日が楽しかったしワクワクしたし、ずっとこんな毎日が続くんだって勝手に思ってたよね。だから世界さんにすっかり頼りっきりでさ、自分たちで歩けなくなってたんだね。結局ターニャは世界には一度も勝てなかったのだ。そしてこれからもう絶対に勝つことはできないのだ。ターニャの力では世界の代わりにはならないのかもしれないけど、でもそれでもやっぱり世界に負けっぱなしは悔しいのだ。だから逃げたくないのだ。だってここで逃げたらまた世界に笑われるのだ。我が輩はもう嫌だ。もうたくさんだ。世界が、親友の世界が死んだのだぞ。それなのに立ち上がるなんてできない。戦うなんて無理だ。もう何もしたくない。でもそれなのになぜここから逃げ出さないのか自分でもわからないのだ。どうすればいい。我々はどうすればいい。世界よ、教えてくれ。悔しいけれど、あの変態がいなければこのジャッジメント7に存在理由なんてないわ。このままではどうせ自然消滅してしまう。そんなこと私は認めたくない。認めるわけにはいかない。絶対に認めない。そうよ、終わりはいない。でも私たちは今ここにいる。だから私たちにできることをしなければならない。終わりのためにも、そして自分たちのためにも。私たちはまだやるべきことを何もしていない。何をする気なのだ。もちろん13剣に戦いを挑む。それしか今の私たちにできることは、やるべきことはないじゃない。みんな、ジャッジメントタイムよ。そうね。やろう。やるのだ。はい。そもそも13件の計画を阻止しようって言ったって、実際に方法はあるわけ？13件のサイバーテロ計画を確実に潰すにはアカシックを完全に破壊する必要があるわ。
でもアカシックってタチアナのいた北陸県にあるのよね。そんなのどうやって破壊するのよ。ターニャだってそんなのがあるなんて知らなかったのだ。研究所のどこにあるのかもわからないのだ。それにもし場所が分かっても北陸県の警備は厳重なのだ。とても壊しになんていけないのだ。それは分かっているわ。何も物理的に破壊するという意味ではないもの。軍隊でもいなければそんなことは不可能でしょうし、そもそもとして北海道までの旅費の捻出が難しいわ。でもそれなら私たちは私たちの戦いをするまでよ。新世界に行くんですね。ええ、新世界にダイブし内側からアカシックサーバーを破壊する。サイバーテロ計画もろともね。しかし夏美先生、新世界に行ったとしてもそんなことが可能なのか。確かに私たちだけでは難しいかもしれない。でも協力者がいればそれも不可能ではないはずよ。協力者？それってもしかして。そう、一例よ。今は少女 A になってしまっているけどね。前回新世界に行った時に見たでしょ。私たちがどうやっても入れなかったエグジットの建物に入っていった彼女を。ああ、壁抜けスキルのことだな。あれは実に見事だった。合宿の時、一例は管理者権限を最低のランク E にされてしまったと言っていた。でも少女 A を見る限り、何かもっと別のシステムを上回るような秘めた力を持っているのではないかと思うのよ。少女 A の秘めた力ですか？ええ、少女 A に導かれてカフェエグジットに入った時、来た時はなかった脱出ポートが出現していたでしょ。私はあれも彼女が出してくれたんじゃないかと思うの。だから彼女に協力してもらえればアカシックサーバーの破壊もできるかもしれないわ。確かにその可能性はあるかもしれないのだ。合宿の時、管理者権限ランク E のレーナが自分の記憶データに干渉してユーノのデータを上書きできただろう。ということはレーナの記憶データは13件にとってはさほど重要なデータではなかったのだ。ランク E のレーナでも干渉することができるくらいだしな。でも人格データである少女 A のことはブラックメンや出口のおっさんが必死に取り返そうとしてきただろう。つまりレーナの仮想人格データこそが13件にとって重要な存在であると考えた方が自然なのだ。もしかしたらアカシックのシステムそのものにレーナの仮想人格が深く関わっているのかもしれないな。だとすればシステムを破壊することも可能かもしれないのだ。つまりまずは A ちゃんっていうかレーナさんを救出するってことだね。記憶をなくしててもレーナさんはレーナさんだもんね。ユーノ、今度は絶対にレーナさんを助けたい。そのためだったら何だってするよ。つまり計画をまとめると、まず新世界にダイブし少女 A を見つけ出して救出する。その後は彼女の秘めたる力を借りアカシックを破壊ということであるな。いいんじゃないの、シンプルでさ。要するに囚われの女の子を助けて敵の基地を破壊するって感じでしょ。王道で分かりやすいじゃない。ちょっと待ってください。作戦は分かりました。でも一つ問題があります。僕たちはどうやって新世界に行くんですか？足がかりに使ってた北陸県のタチアナの PC はもう壊れてしまってるし、前回みたいにカフェエグジットの回線は使えないんじゃないですか？レイジはバカなのだ。
こんな単純な方法にどうして気づかないのか不思議なのだ。え？単純な方法って？ジャッジメント7のサーバーとアカシックサーバーを直接接続してアカシックの中でワールドプログラムを起動させてしまえばいいのだ。ユウのパソコンにあんまり詳しくないんだけど、それって難しいんじゃないのかな。ほら、セキュリティってのがあるんでしょ。それはターニャがハッキングするのだ。立ち穴が？天才のターニャにかかれば北陸のセキュリティだってちょちょいのちょいっと突破できるのだ。それにパーパが悪いことをしているのだぞ。ターニャがここで止めなきゃならないのだ。うん、止めてみせるのだ。ここはあの世界も認めたタチアナの力を信じるしかないようだな。そうね、私たちはプログラミングのことはよくわかんないんだもの。タチアナにかけましょう。ユウナも信じるよ。今のジャッジメント7でそんなことができるのはターニャンだけだもん。タチアナ、お願いするわ。今はあなただけが頼りなの。みんなありがとうなのだ。ターニャにお任せなのだ。タチアナ、何か手伝えることがあったら言ってくれ。全力でサポートするよ。それじゃあレイジはターニャの助手役に任命するのだ。ターニャに付きっきりでチョコバを食べさせるのだ。我が輩は世界の新世界ゴーグルを修理しようと思う。壊れたままでは忍びないからな。イルカさん、世界はこの場にはいないが、それでもジャッジメント7の仲間には変わりない。我々は7人で13件と戦うのだ。装備は万全にしておかねばなるまい。ちょっと休んだ方がいいんじゃないか。大丈夫なのだ。ターニャはまだまだ元気なのだ。またダメだったのだ。世界の変態プログラムはわけがわからないのだ。パーパや13件の人たちを止めなくちゃならないからな。それにこのくらいのセキュリティを突破できなきゃ本当にパーパに見捨てられてしまうのだ。パーパが必要なのはターニャのプログラマーの能力だからな。
パが認めてくれるくらい頑張ればきっとパーパも元に戻るのだ。そうしたらいっぱいパーパにいい子いい子してもらうのだ。大丈夫だよタチアナ、ユーリさんはタチアナのお父さんなんだから。プログラムが作れなくても家族を見捨てるはずないよ。のだ、違うのだ、パパとターニャは本当の家族ではないのだ。ターニャはパパの養子というやつなのだ。だから本当の親子なんかじゃないのだ。前にパパの仕事を手伝っている時に遊びでセキュリティロックがかかったデータを覗いてしまったのだ。それは北陸県にいる研究者たちの個人情報で、そこにパパやターニャの情報も載っていて。ユーリーさんはタチアナがその情報を見たことを知ってるのか？パパは知らないのだ。あの情報を見たことは誰にも言えなかったのだ。でもターニャはパパのことが大好きなのだ。たとえ血がつながってなくてもそれは変わらないのだ。だけどきっとパパはそうは思っていないのだ。ターニャがいいプログラムを書かないときっと見捨てられてしまうのだ。こんなセキュリティも突破できないようだったら、ターニャはパーパの娘でいる価値がなくなってしまうのだ。タチアナ、そんなことないよ。ユーリーさんは見捨てたりしないって。なんでそんなことがわかるのだ。レイジはちっともわかってないのだ。レイジも聞いたはずだぞ。新世界でターニャたちが爆弾で死ぬかもしれないって知った時のパパの言葉を。あれがパパの本当の気持ちなのだ。パパにとってターニャはいいプログラムを書く人材。パパが必要としているのはターニャの能力だけなのだ。ターニャとパパをつないでいるのは血のつながりなんかじゃないのだ。プログラムだけなのだ。だからターニャはいいプログラムを作ってパーパに家族として認めてもらえるように頑張ってきたのだ。そうしなきゃターニャはパーパにいい子いい子してもらえないのだ。いい子いい子してもらう価値がないのだ。チアナ、もうやめなさい。お願いだからもうやめて。もういいからもうやめてよ。大丈夫なのだパパ。ターニャが何とかするのだ。ターニャはパパの娘なのだからな。
なた、このままじゃ死ぬわよ。夏美？なあ、夏美、どうして世界は死んじゃったのだ？同じプログラマーなら、ターニャが死んだ方が良かったのに。だって、世界がいれば、こんなセキュリティなんて、あっという間に突破できるのだ。ターニャなんて、ここにいても何の意味もないのだ。だったら、世界の代わりに、ターニャが死れば。わかるわよ、本気で。夏美、夏美、もう無理なのだ。これ以上はやっぱり無理なのだ。みんなごめんなのだ。チアナはよくやってくれた。世界がいない中、これまで戦い続けたではないか。我が輩はそれだけで満足であるぞ。そうだよ。むしろ何もできないのは私たちだ。苦しいことを全部あんたに押し付けちゃって。本当、ごめん。でも、結局、アカシックへの接続ルートは見つからなかったのだ。これじゃ、何の意味もないのだ。だからさ、そこはこうして、こうだろうに。ハッキングの極意は、女性の下着を脱がすかのごとく。さりげなく、ソフトに、それでいて情熱的に、何度もそう教えたじゃないか。ターニャは子供だから、そんな変態的なことはわからないのだ。そうよ、ちょっと変態は黙ってなって。嘘。オワリさん、なんで、あんたがここにいるのよ。なんで生きてるのよ。お化け？ゾンビ？それともこれも現実の拡張ってやつ？あれ式のことでこの俺が死ぬとでも？ほら、お化けじゃないぞ。それを証拠に足だってあるし、もちろん、アイさんの足も。どうやら本物みたいね。っていうか、生きてたんならさっさと連絡しろ。だってスマホの充電が切れちゃってさ。いやー、参った参った。世界よ、これは。カフェイグジットが爆発した時に我々の元に飛んできたのだ。この通り、
世界の新世界ゴーグルは我が輩が万全にしておいた。さあ再び我々と共に戦おうぞ。ああもちろんだ。本当に死んだかと思ったぞ。一人で無茶しようって。心配させてすまなかったね。そんなに締め付けられたら本当に昇天してしまうよ。というかみんな助けてくれないかい。私たちを脱出させるために命を捨てる気だったの？いやまあ新世界に行くときは俺も脱出するつもりだったんだけどね。思いのほか手ごわくてさ、俺のプログラム。でもおかしいのだ。ターニャたちがエグジットから脱出した後、つまり世界が現実世界に戻ってきたときには扉のロックはかかってたんだろ。だったらなんで世界は脱出できたのだ。うわっ、もしや世界、お前は壁抜け男だったのか。残念ながらそれは違うよ。もし俺が壁抜け男だったら、戦闘の女湯へ続く壁を抜け放題なんだからね。実はカフェイグジットが爆発する直前に床下の隠し階段の入り口が勝手に開いたんだよ。それでどうにか地下通路に逃れることができたんだ。隠し階段？なんでそんなものがいきなり出てきたのだ？どうも誰かが助けてくれたみたいなんだよね。あの秘密の入り口はアカシックの回線とは別のネットワークで管理されていたみたいで、新世界からでも発見できなかったからさ。さて、お前たちの顔を見れば今何をしようとしているかはわかる。そこで一つ聞きたいんだが、俺は何をすればいい？指示をしてくれないか。みんな炊き出しだよ。オワリさん、お疲れ様です。豚汁をどうぞ。あ、こいつはありがたいね。ちょうど腹ごしらえをしようと思っていたところだよ。ハッキングの方はどうですか？ハッキング？ああ、
そんなもんは明け方ぐらいにほとんど終わったよ。思いのほか手強かったが、まあ大部分はターニチカが突破してくれてたからね。まだ扉が1枚残っているが、奴らに気づかれると厄介だから、それを突破するのは作戦の直前だよ。今はアカシックサーバー内でも正常に動くようワールドプログラムの調整中さ。夜には作戦を決行できるといったところかな。そうなんですか。頑張ってください。イルカさん、豚汁です。いただこう。あの、何をしてるんですか？よくぞ聞いてくれたな、若弟子よ。仮想世界での戦いの際に口にする決め台詞のわけをしていたのだ。我らは仮想現実世界に舞い降りし7人の戦士、その名もジャッジメント7。今こそ巨悪を打ち砕かる。お疲れ様です。豚汁をどうぞ。うん、サンキュー。今手が離せないからさ、そこに置いといて。浅野さん、一体何を？ネジが緩んでたりして、せっかくの作戦中に新世界ゴーグルがずれ落ちたりしたら大変でしょ。だから整備してんのよ。私にできることってこれぐらいしかないし、ま、任せといて。ここのネジを締めてと。あれ？どうして外れんのよ。ネジネジネジ、ああ、なんかパーツ外れたし。待ってて、キッチンのお片付けしたらユウノが一緒にやるから。ありがとう、レイジ。そこに置いておいて。夏美さん、それは？すみません、見ちゃいけないものでした。違うわ、少し驚いただけよ。これはいわゆるジャッジメント7の最終決戦のコスチュームのデザインよ。もちろんこんなものが必要ないってことは分かっているわ。でも気持ちの問題なのよ。最終決戦に向けて自分の気持ちを高めておきたいの。それくらい手強い相手でしょうから。私バカみたいよね。そんなことはありませんよ。だってレイナさんも言ってたじゃないですか。仮想世界では思いの強さが現象に作用するって。そうじゃなくて、レイジ、ありがとう。あなたのおかげで自信が持てた気がするわ。いえ、僕も夏美さんに気づかされましたから。最終決戦までにちゃんと気持ちを高めておきますね。そうね、泣いても笑ってもこれで最後でしょうから、悔いの残らないようにしましょう。はい。
ていうか、なんで屋上に集合なのよ。準備できたんだし、さっさと新世界に行けばいいのに。そうなのだ。ターニャだってもうトイレも行ったし、チョコバーでエネルギー補給もしたぞ。なんでこんなところでもたもたしてるのだ。あれれ、見て見て、空に何かいるよ。なのよあれは。あれこそジャッジメントナイツによる第4の事件、終末の天使降臨なり。自分で考えておいてなんだが、なんとも恐ろしい光景だ。ねえねえイルカさん、あの天使さんってどうやってお空に映してるの。なぬ、ジャッジメントナイツってサイバーテロ集団だよね。サイバーテロ集団ってお空に絵を描いたりもできちゃうの。確かに今は現実が拡張されているから夜空に天使が見えているけど、あなたの設定ではどうやって夜空に投影するつもりだったのか気になるところね。何せジャッジメントナイツは天才的なハッカー集団であるからな。あのくらいのことは造作もないのだ。あ、考えてなかったんだね。そっか、イルカさんだから仕方ないよね。じゃあもういいや。で、天使が降臨してどうなるのだ。なぬ、天使降臨は分かったが、これからどうなるのだ。天使が降臨することに意味があるのであって、それ以上何を望む。あんなものが東京の上空に出現するのだぞ。それこそ最大のメッセージではないか。今頃ネットでもその意味に気づいた者たちが戦々恐々としているに違いない。サブちゃんの実況スレだと意味符が連発してるね。誰にも伝わってないみたいだよ。このまま見てても何も起こらないのか。なんだか何は飽きてきたぞ。こんな茶番をいつまでも見ていたって仕方ないみたいね。さ、新世界に行って決着をつけましょう。そうだね、そろそろ行くとしようか。無念なり。アカシックサーバーへのハッキングの準備は完了した。もちろん、アカシック内で起動させるワールドプログラムの調整も完璧だ。今回はアカシック内でワールドプログラムを実行するから、新世界の中からスマホによる操作でアカシックとの接続を切断できるようにプログラムを調整することができた。もし何か非常事態があってもすぐに脱出できるようになっている。デバッカのバージョンアップも終わらせたのだ。お昼寝もしっかりして準備万端なのだ。みんなの新世界ゴーグルもバッチリ調整しといたから安心して使ってね。ユーナもお手伝いしちゃいました。我が輩の考えた決め台詞も完璧だ。どんな状況にも対応可能だぞ。私もやる気は十分よ。早速旅立ちましょう。一例を助け出さなきゃ。そうですね、行きましょう。オワリさん、あ、では始めよう。まずは
アカシックサーバーへハッキングだ。よし、アカシックサーバーへのハッキングに成功した。もう後戻りはできないぞ。いいね。ワールドプログラムをアカシックサーバー内で直接起動させる。まずは起動準備からだ。ワールドプログラム、スタンバイ。終わり。ボイスコマンド、今回は私にやらせてくれない？おや？夏美から言い出すなんて珍しいな。どういう心境の変化だい？別に心境の変化なんて大げさなものじゃないわ。ただ、私も世界を変えてみたくなった。それだけよ。チェンジ・ザ・ワールド！プログラムの起動を確認した。アカシックサーバー内だからまだ未知数の部分もあるが、それでもワールドプログラムの暴走が起こるはずだ。もちろん起こらなかった時のためにエロリーの表示準備もできてはいるが、SSP が起動したようだ。どうやら接続に成功したみたいだね。各自、新世界ゴーグルを外してくれたまえ。とりあえず外へ出てみようか。あまり期待はできないが、少女へ。レーナが姿を現している可能性もあるしね。どういうことなの？とにかく少し歩いてみよう。他の場所がどうなっているのか知りたいからね。一体この世界は。本当にミサイル攻撃でも起こったようではないか。諸君、今の日付と時間を確認してくれたまえ。どういうことよ。また日付が進んでるじゃない。なるほど、これではっきりしたよ。いるか、お前ならわかるだろ。当然だ。我が輩が考えた使徒消滅作戦のラスト、終末の日、ジャッジメントデイは8月19日。これはジャッジメントナイツによるミサイル攻撃が行われた後の街の姿だ。そうだ。どうやらここは東京壊滅後の世界がシミュレーションされた終末世界のようだね。ちょっと待ってよ。まさか本当にこんなことが現実になるというの？こんなの嘘だよね。こんなこと起こらないよね。おそらくユーリーの言う現実の拡張とやらが実現したら、この光景が東京中の人々の視覚に現実のように映し出されるのだろう。もしそんなことが起こったら、一体どんなことになるのか正直言ってわからんよ。
ば前に仮想世界で脳が自分の死を認識したら現実の肉体も死んじゃうって出口のおっさんが言ってたのだ。本当に死んでしまうかどうかはともかくとして、こんな光景を見せられたら何も知らない人はショックでおかしくなっても不思議じゃないわよ。そんなのダメだよ。こんな光景を何も知らない人に見せたりしたら絶対にダメ。アカシックの本当の能力というのは、この仮想世界で作られた光景を現実の人々へ視覚的に共有することなのだろう。ユーリーが言っていたように、人間の視覚野に直接映像を送り込むことができれば、確かにそれも可能だろうな。であれば、アカシックを破壊すれば、おのずとその計画も阻止できるはずだ。じゃあ、最初の計画通り、アカシックの破壊を目指すってことでいいのだな。だが世界よ、ここは死と消滅をシミュレートした世界だ。明らかに今までとは状況が違う。それでもやれるのか。確かにこの状況は想定外だったが、まあ危険だったら一旦現実に戻ればいいしね。まずは予定通りレーナを探してみようじゃないか。ええ、そうね。間もなく世界は終焉を迎える。東京中の人々がこの破壊された世界を認識したとき、果たしてどれだけの人間が正常な精神を保てるか、それは誰にもわからない。これ、僕たちの声ですよ。何よあれ、またイルカが考えた変な設定。いや、我が輩は心当たりがないぞ。デザイン的にはなっちゃんが描きそうだけどね。私も心当たりはないわ、本当よ。私の名はノクトゥルヌシ。白く夜の訪れを告げ、終わりにして、始まりの存在。私はアルファである。オメガである。アルファであり、オメガであるか。まるでレーナが言いそうなセリフだね。まさか、あれが一例だっていうの。とてもそんな風には見えないのだ。ジャッジメントセブンは永遠にこの世界で生き続ける。それが私の望み、それが私の希望。終わることなき時の中で永遠に生き続ける。ちょ、何なのこれは。真っ白で何も見えないよ。みんな動くんじゃないよ。何が起こるかわからないからね。来るなら来い、我が輩の奥義。部下無中堅にてお前をめった打ちにしてくれよぞ。チェイルカ、うるさいわ。少し黙っていて。レイジ、どこなのだ。タニャ、怖いのだ。大丈夫だ、タチアナ。ほら、僕の手を握ってろ。破壊されていた街並みが元に戻ったぞ。無謀か、日付も一日前に戻っているではないか。
野くんなんとかっていう女の人もいなくなっちゃったし、どうなってるの？さっぱりわけがわからないのだ。異世界、ターニャたちはこれからどうすればいいのだ？ああ、落ち着こうじゃないか。確かにわけのわからない状況だが、それはいつものことだしね。それに、今の俺たちの目的はレーナを見つけ出すことだ。あの、ノクトゥルヌスとかいうのが無関係とは思えないが、まずは手がかりを探すことにしよう。そうね。とりあえず町も元に戻ったことだし、適当に歩いてみよっか。ねえ、全員一緒に動くのってすっごく非効率的じゃない？何が起こるかわからないから用心のためってのはわかるけどさ、今日は思い切ってバラバラになってみない？その方が何か手がかりを見つけられる可能性が高いと思うんだけど。でもターニャちょっぴり怖いのだ。ターニャ、一人の時にあのノクなんとかと遭遇したらどうするのだ？ノクトゥルヌスよ。外見だけ見れば天使みたいだし、そんなに怖がることないんじゃない？それに見方によっては、あの破壊された街並みを元に戻してくれたのはあのノクトゥルヌスだと考えられなくもないわ。でもユーノもターニャの気持ちちょっとわかるかも。いくら見た目が天使みたいでも、みんなの声で喋るなんてちょっと不気味だよ。言ってることもなんだかよくわからないし。そうなのだ、ターニャもそれが言いたかったのだ。いきなり全員がバラバラになるのはさすがに危険だと思います。最初は3チームぐらいに分かれて行動するのが無難じゃないでしょうか。イルカさん、どうしたんですか？どうにも時間が気になってしまってな。何の時間よ。この新世界で別に予定なんてないでしょ。いや、我が輩が考えた首都消滅作戦のラスト、ジャッジメントナイツによるミサイル攻撃は8月19日土曜日正午に起こるのだ。それは昨日も聞いたわ。だから昨日の浅草は、東京はあんな姿になってしまっていたのでしょう。でもその後でノクなんとかって人が現れて、それから時間が戻ったんだよね。そうなのだ。おかげで街は元通りになって、あちこち歩き回れるようになったのだ。その通りだ。つまり今は東京に向けてミサイルが発射される直前だとしたら、お前たちは気にならないのか？このまま時間が進んでミサイル攻撃の時間が来たら一体何が起こるのか。このまま何も起こらなければそれでいい。そう思っていたんだが、どうやらそれは甘かったようだな。何なのよ、あれ。弾道ミサイルだ。東京へのミサイル攻撃が始まったのである。なんだか嫌な予感がするね。レーナの手がかりは何も見つけていないが、一度現実世界に戻るとしよう。ちょっとオワリ、何をしているのよ。
ぜ帰還プログラムが起動しないんだ。まずいぞ、ミサイルがこっちに来る。間に合わない、みんな逃げろ。エイジ、タチアナ、夏美さん！夏美さん！大丈夫ですか？夏美さん！レイジ…夏美さん、とりあえずここから逃げましょう！ミサイルがまた来ます！無理よ、逃げ場なんてないわ。バカ、諦めるんじゃない。何か助かる方法があるはず。バカはあなたよ。この状況でどうにかなるわけないじゃない。逃げ場なんてどこにもないのよ。嘘だろ。レイジ。
夏美さん。なんでみんな生きてるんですか。さっきミサイルが落ちてきて死んだはずじゃ。もしやここは死後の世界ではないか。それならみんなが無傷でこの場にいるのも説明がつくなり。ここが極楽浄土というやつなのか。生きてる時と全く変わらないのだ。でも基地もあるし、ジャッジメント7のみんなもいるし、ユーノにとってはここが天国でもいいかな。ここは本当に死後の世界なんだろうか。みんなスマホを確認してみてくれたまえ。戻ってます。また一日前に。何が起こってるのだ。時間が戻る現象、思い当たることはないかい。そういえば昨日この世界にダイブした時も浅草が崩壊していたわ。それから突然あたりが光に包まれて、気がつくと8月18日に戻っていた。その通り。どうやらこの世界は週末の日、ジャッジメントデイを繰り返す仕様になっているようだ。つまりここはループ世界。ことなのかな。確か仮想世界で死んじゃったら現実世界でも死ぬんじゃなかったっけ。そうですよ。確かにさっきみんなミサイルの攻撃で死にましたよね。オワリさんだって倒れた建物の下敷きになってましたし。俺が建物の下敷きに。おいおい、何を言ってるんだい。レイジ君、下敷きになったのは君だろう。あ、違いますよ。僕は最後まで生き残って、でもミサイルが飛んできてもう逃げられないと思って。ちょっと待ってよ。最後まで生き残ったのは私よ。みんながどんどんミサイルで死んでいって、もうどうにでもなれって思ったの覚えてるもん。いやいや浅野、最後まで残ったのは我が輩だろ。みんなが命を落としていく中、我が輩が最後まで抵抗して。あれ、イルカさんは一番最初に死んじゃったんじゃなかったっけ。そうよ、イルカは真っ先に首が折れて死んでたじゃない。もうそういえばそうだったな。なぜ我が輩が真っ先に死ぬところだけ一致してるのだ。もしや我が輩何か恨みでもあるのか。おかしいな、ユーノが一番最後まで残ったと思ったんだけどな。最後はレイジ君がユーノをかばって瓦礫の下敷きになっちゃったんだよ。どういうことなんでしょう。それぞれで見てるものが違うみたいですけど。どうやらそのようだね。ちなみにみんなの中で自分が死ぬ瞬間を見た、いや認識した人はいるかい。やはりな。俺たちは自分の死を誰一人として認識していない。つまり自分の死を認識していないということは、現実世界の肉体も活動停止していないということか。ああ、そう推測されるな。じゃあまだユーノたち生きてるってこと。よかった、まだ試してないかき氷のブレンドがあったから。でもなんで人によって死ぬ状況や順番が違ったの。にゃん、わかったのだ。そういうことだったのか。
の世界、アカシックは人の記憶という曖昧なものでできているからな。物の見え方、感じ方も人それぞれなのだ。ほら、レイナが言ってただろ、全員が 100% 同じ世界を見ているわけじゃないって。だからみんなが死んだのも、ターニャたちの脳がこの状況になったらこうなるという推測のもと保管しているに過ぎないのだ。つまり我が輩たちの脳が自分に都合のいいようにこの世界を見ているということだな。そういうことなのだ。今回はおそらくミサイル攻撃という危機的な状況に対して、それぞれの脳が自分が最後まで生き残るという結末を見せたのだろうな。誰だって死にたくないという思いがあって当然だからな。それは仕方のないことなのだ。だからってなんで一日前に戻るのよ。わけわかんないんだけど。いや、それに関しては一つ思い当たることがあるぞ。みんなの死の光景が違いすぎるという話を聞いてて思い出したんだけどな。海でユーノとヒルノが争った時があっただろ。ほら、バランサープログラムというのが起動して仮想世界の差分を均一化しようとしたあれだよ。みんなが見ている情報に差分が大きくなると起動して世界を均一化してリセットしようとするあれだな。そうだ。自分以外の人間が死んでしまうなんていう矛盾があれば、この世界を維持することができなくなる。だから一度リセットして何もなかったことにした、まあ、というわけだな。なるほど、それなら辻褄が合うのだ。ちょっとちょっと、辻褄があったのはいいんだけどさ。じゃあまた明日の正午になったらミサイルが降ってくるってこと？あんな光景二度と見たくないわよ。そうだよ、たとえ現実じゃないって分かってたとしても、ユーノみんなが死ぬところなんてもう見たくないよ。私だって同じよ。みんなが無残な姿で死んでいく様を何度も見せられるなんて頭がおかしくなりそうだわ。ジャッジメントセブンは永遠にこの世界で生き続ける。それが私の望み、それが私の希望。終わることなき時の中で永遠に生き続ける。終わり、早くここから出してくれない？あんな光景をもう一度見るなんて耐えられないわ。そうしたいのは山々なんだが。やはりダメだ。機関プログラムが起動しない。おそらくノクトゥルヌスの仕業だろうな。俺たちはこの崩壊と再生を繰り返すループ世界に閉じ込められてしまったようだ。冗談じゃないわよ。いつまでもこんなふざけた世界にいられないわ。そうですよ。それに僕たちがここにいる間にも、現実世界では確実にジャッジメントデイが近づいてしまっているわけですからね。ユーノたちが仮想世界にやってきたのが8月15日だったから、あと4日残ってるってことだね。それまでにどうにかしてこの世界から脱出する方法を見つけなければならないな。仮想世界の1日が現実世界の1時間だから、比較的時間の余裕はあるとは思うけれど、心配だわ。時間か。現実世界でジャッジメントデイを起こさせないようにするには、少しでも早くあちらに戻って対策を取る必要があるだろう。アニチカ、君のデバッグンでどうにかならないかい？
世界、おかしくなったのか？ターニャのデバッグには現実世界に戻る機能なんてないのだ。そんなことは分かっているよ。俺が言っているのは、デバッグを使ってこの新世界の時間の流れを加速できないかってことだ。そうすれば時間を稼げるだろ。その手があったのだ。ちょっとやってみるのだ。あんたたちが何をしようとしてるのかさっぱりわからないんだけど。すみません、僕もです。でしょ、私だけじゃないのよ。ほら終わり、ちゃんと説明しなさいよね。何、単純な話だよ。以前囚われのレーナを奪還しに来た時、わいせつ男が仮想世界の時間を等倍速にしていただろ。だから逆に新世界の時間の流れを加速させることができれば、それだけ現実世界で流れる時間が遅くなるということだ。なっ、そういうことか。なるほど、わかったわ。終わりにしてはまともなことを考えたじゃない。理解したの？なんとなくだけどね。レイジ、あんたは？僕も一応は。何よ、レイジのくせに生意気よ。こういう時は先輩を立てて、分かってても分かってないって答えなさいよね。つまりですね、これまでは仮想世界で一日を過ごすと、現実世界では1時間が経っていたわけじゃないですか。そうよ、それは分かってるわ。だからデバッグを使って仮想世界の時間の流れを早めれば、こちらの1日を現実世界の30分にしたり10分にしたりもできるっていうことです。つまり時間的余裕ができるってことですよ。そういうことね。まあだったら最初からそう説明しなさいよ。時間が加速だとか言われたって私には分かんないんだから。今後は気をつけるようにするよ。で、何しかどんな感じで待つのだ。もう少しで完了なのだ。やったのだ、無事に設定完了なのだ。仮想世界に時間の流れをギュンギュンに加速させたのだ。おほう、どれぐらいまで加速できたんだい？聞いて驚くのだ。デバッグをギリギリまでクロックアップさせて、なんと256倍まで早められたのだ。それだと新世界で1日を過ごしても現実世界では5分半ぐらいしか過ぎないということだな。やるじゃないか、ターニチカ。正確には現実世界の5分37秒半で新世界の1日なのだ。ちょっとちょっと、それってとんでもなくない？脱出方法を探すのに相当時間をかけても平気ってことでしょ？ターニは天才だからな。これぐらい当然なのだ。褒めるのだ。タチアナすごいぞ、よく頑張ったな。そんなんじゃ足りないのだ。いい子いい子ってしてくれないとダメなのだ。わかったよ。はい、偉いぞ偉いぞ。いい子いい子するんだから。
何日かのおかげで大幅に時間は確保できたが、かといってのんびりもしていられないぞ。滞在が長引けば、それだけ何度も東京の壊滅を、みんなの死を目にしなければならないからね。とりあえず基地に戻ろう。脱出の方法がないか、検証を始めようじゃないか。ギリシャ数字で13って書かれた扉があったはずだわ。ちょっと待って、これどういうことよ。おは！ターミナルコンピューターへと続く扉がないではないか。じゃあ、ユーノたち帰れないってこと？待つのだ。こんな時こそデバッグの登場なのだ。ヒドゥン状態になっているオブジェクトを表示させるのだ。うわー、ターニャのコマンドがことごとく拒否されてるのだ。これもあのノクトゥルヌスの仕業だろうね。そう簡単には脱出させてくれないということか。だったらあのノックなんとかをやっつけてしまえばいいのだ。今回は引き上げてアカシックのシステムに対抗するプログラムを組んでみることにしよう。それと一応カフェイグジットの方にも寄ってみようか。あっちから脱出するという方法もあるかもしれないからね。終わり。もうすぐ正午よ。基地にいたってあのミサイルが防げるわけじゃないだろうが、ひとまず帰ろうか。来たか。やっぱりダメか。レイジ、なんか見つけた？いえ、何も。